皆さんこんにちは、サンシャインのひとみです。今日は韓国でも有名な激安ショップがたくさん入っている GoTo モールにやってきました。はい、今ここ高速ターミナル、韓国の高速ターミナルの GoTo モールというところに今から行きたいと思います。地下鉄の、8-1に来て、ここから GoTo モールの中に入っていきます。じゃあ今から行ってみたいと思います。地下鉄から出たら8-1か2を目指していきます。ここどこやったっけ、GoTo モールの G の7番の出入り口から入ってみたいと思います。ここ韓国のものがめっちゃ安いと有名な、ショッピングモールです。金額は0を1個取って見ていきます。これ2万ウォンって書いてあるのはだいたい2000円ぐらいです。パジャマが500円。前回来た時は夏だったので、パジャマが1000円、セットで1000円。あ、クレヨンしんちゃんがある。これあのすごい YouTuber の人たちが、ちょっと合わせてこう、こんな感じで、クレヨンしんちゃん、これしんちゃん1000円、ちょっと後で買おうと思います。これ入れ違いもいろいろあるので、これ安くないですか。全部1000円セットです。この辺も1000円、これは500円。セールになってて1500円とか1000円とかセットで1000円セットですね。セールになってるみたいです。携帯ケースもこれが今すごい流行ってるみたいです。iPod ケース、いや違う、何イヤホンケース700円とか、この間見た時なんだろうこれと思ってたら、これイヤホンを入れるケースみたいです。何やったっけ、何ウサギやったっけ、ゆでのサギ、日本のだし、もともとめっちゃ流行ってるんだって。これいくら。いくらですか、このビトン。いくら。
これ1900円、安っ。これ1000円で、1000円が 50% オフ、500円ってこと。これ500円。これ全部500円。これいくら？12,000円。ワンロールいくら？12,200円。安っ。ワンロール。安い。ちょっと中も見る。パッケージもいっぱい。これ？あ、かわいい。これいくら？これ。ワンドル。1000円、安いじゃん。それは硬いかも。これ、うん。あとは、あ、これいくら？これ。ね、これいくら？これワンロール。うん。安いじゃん。それ買って、うん、買う。帽子とマフラー、かわいい。このうさぎさんがかわいくない？1800円よね。あ、これもかわいい。1200円。この子もかわいい。1000円。これも1000円。
なさいませ。ここは全部300円。今日は300円。こっちが今日は300円だから今日は300円。こっち今日は500円。店の間には地図があるので迷子にならないようにしましょう。入ってきたのが8-12から入ってきたので、今度帰るときは3号線で明洞まで帰るので G-7 から出ることになります。案内表がところどころにあるので確認した方がいいかなと思います。今日は花がいっぱいあったのにクリスマスツリーになってたわ。
後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンやチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。また他の動画もありますので、ぜひそちらの方もご覧ください。ありがとうございました。